ですね、インタープロトの、パドックの方もですねちょっと見ようかなと思っておりますが、あ、こちらに坪井翔選手がいますね。いっぱいあれですかね、ファンの方が行列をなしておりますね。まあ、なかなかねコロナ禍とかでやっぱりファン対応っていうのができない 2,3 年でしたが、まあ、徐々に、このモータースポーツでもですね、はい、そういったところがですね緩和されてきているんだなというのを、今日も感じております。山下健太選手のところにやってきました。どうもお疲れ様です。まずは、開幕戦はちょっといらっしゃいましたが、はい、第2戦から復帰ということで、はい、お帰りなさい。こんにちは。そして、昨日の予選も見事通るということでおめでとうございます。おめでとうございます。今ちょっとあれですかね、リラックス中ですかね。そうですね、書いてないです。頑張ってくんでもすいません、忙してしまいまして、ちょっとまあこの後久々のインタープロとでのレースだと思います。ちょっと一言コメントいただければなと。そうですね、まあ、第1大会休んでしまったので、うん、まあ、それを取り返したいなと思って戻ってます。わかりました。じゃあもうそのまま第3戦も第4戦もトップを譲らずといった戦い見せてもらえるでしょうか。そうですね、ただちょっとはい、トラブルが若干出てて、山下選手の方ですかではなく、まあ、マシンの方に、はい、僕はいつもトラブルなんですけど、ね、そんなことないですよ、いつも、はい、絶好調ですよ。はい、ちょっとそれがまあでも 2,3 年のたまに出ちゃうトラブルみたいな。あ、そうなんですね。不安なんですけど、うん、まあ、でもそれがじゃあ出ないことを、はい、これが、まあ、いい感じで戦えるかなと思ってるんで。わかりました。じゃあもう祈るのみでお願いして、はい、神様に、はい、まあ、今日ねすごいいつも雨が多いですけども、ね、皆さんのそう祈りが通じたのか、もう半袖でもいいぐらい本当に暑さが、そうですね、ある天候ですので、今年最初で最後かもしれないです、晴れが。まあ、そうですね、気持ちよくそうですね、気持ちいいレースを楽しみにしてますので、はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。ちょうどもう坪井選手ファンに囲まれちゃって大変でしたね。いっぱいもらいました。いっぱいもらいました。いっぱい貢ぎ物があったみたいですか。ラーメンとチョコ好きなんで。ラーメンとチョコをいただいた感じですか。いや好きなんで。あ、好きなんで皆さんぜひよろしく。あ、なるほどね。これ全国配信ですからね。はい、じゃあちょっと一人一人坪井選手の魅力を一つずつちょっと話してもらいましょうか。じゃあ一人ずつ。一人ずつ坪井選手の魅力はない。ない。まあ、あれがもう魅力じゃないですか。あ、なるほどね。あれ隠れるぐらい。あ、なるほどね。隠れるぐらい応援してくれるということですね。あ、語れないほどの魅力がある坪井選手ですが、まあ、インタープロトといえば、はい、な坪井選手、まあ、どうでしょう、この久々のちょっとわかんないけど、そんなイメージないですかね。はいはい、まあ、そんなイメージを守ってる方も、ね、いるんじゃないかと思いますけども、はい、まあ、久々の第2大会、まあ、昨日予選ありましたけども、はい、フロントローからのスタートおめでとうございます。はい、決勝レースに向けてちょっと一言いただければと思います。今年結構調子インタープロト良さそうなんで、はい、まあ、前回は USB でぶつかっちゃってリタイアしちゃったんで、まあ、フロントローからスタートだし、今回は2レース目も勝ちたいなと。ただ今回からヤマケンだったりとか、リトモだったりとか、なんか台数が増えて、ライバルも増えてるんで、まあ、そう簡単にはいかないと思うんですけど、まあ、賞金稼ぎたいんで、はい、頑張ります。そうです、賞金稼いでチョコレートとラーメンをファンの皆さんに還元できるぐらい頑張ってください。いや、もらいます。そこはもらいますということで、はい、分かりました。頑張ってください。はい、今日ね、すごい暑いですしね、しかもね。はい、うん、すごい。新衛隊新衛隊作ったんですか。はい、もう。なんかすごい新衛隊の数すごい、どんどん増えてますけど、すごいですね。でも魅力は語れないですよね。魅力は語ることができない。透明にね。なるほど、いいですね。グッズを、ね、身につけられてる、ね、ファンの方も、ね、いらっしゃいますね。翔くんファイトということで、はい、頑張ってください。さあ、タイヤも天日干しされております。あ、レースクイーンの方ですね。こんにちは、こんにちは、こんにちは、こんにちは。表参道メディカルクリニックさんですね、のレースクイーンさんが立ってるということで、いいですね。やっぱりなかなかね、インタープロとではレースクイーンの皆さんが、はい、立つことないので、すごくグリッドで華々しかったです。すごく、はい、この白の衣装なんですけど、みんなそれぞれ、はい、ちょっとパ
ンツスタイルだけどスカートにも見えるみたいな感じで可愛いですね。今回からカラーリングもねすごいこう白にベージュというところでね、はい、すごく珍しいマシーンのカラーリングですし、大滝選手かな、はい、が今回初参戦ということでね楽しみにしてます。楽しみです。はい、勝利の女神頑張ってください。今野尻選手のところにやってまいりました。こんにちは。あのミカ散歩というのをやってるんですけども、はい、あの野尻散歩のパクリではないです。まあ、僕もパクリなもんですけどね。はい、野尻選手もね野尻散歩っていうね YouTube をねたまに上げてますけども、まあ、そんな感じでいろいろあのパドックの方をフラフラしてるんですけども、はい、ちょっと野尻選手にお伺いしたいことがございまして、昨日なんかジェントルマンレースの方で予選何かあって。そうなんです。予選中に、まあ、譲っていたらそこにスピンしてきた車両があって、はい、まあ、もらい事故というか、うん、まあ、運悪くちょっと車両も結構破損してしまったんで、うん、昨日はちょっとレースができなかったっていうところで、うん、だいぶダメージも、ね、まあ、大きかったみたいですけども、で今日は全く新しい車両をちょっと一緒に見に行ってもいいですか。はい、なんか普段はいつもピンクの、ね、カラーリングなんですけど、はい、先ほどのあのジェントルマンレースの決勝で真っ白なマシンがあって、あれこれは何が起きたんだろうというちょっとこれはですね、なんですけど、はい、まあ、多分大丈夫だって言っていいと思うんですけど、もともと25号車って、はい、土屋武史さんのところのマシンだったんですけど、はい、まあ、今回ちょっと出場されてないってところで、まあ、貸してくれたので。そんなことが、はい、土屋さんじゃなんかもう連絡がすぐ来てっていう感じだったんですか。そうですね、はい、そう、じゃあ無事に今日のレースは走ることを見れると、はい、あ、楽しみにしてます。こちらですね、ぶつけないようにそうですね、お借りしてるレンタル品ってことですもんね。借り物なんでぶつけられないなっていうところが一番不安材料ですね。いや、もう野尻選手は大丈夫ですよ。ぶつけずに油断したらすぐ足元をね、はい、結構難しいですか、イントープロのレースは。難しいですね、やっぱり、はい、ね、やっぱり国内のトップカテゴリーを走られてる野尻選手ですけど、このインタープロトっていうのはどういう、こう自分にとってはレースなんでしょう。やっぱりかなりこうドライバーのレベルも高いですし、まあ、普段の、ね、レースだとなんか使っているものがそれぞれ違ったりだとか、実際にこう差がそういう部分で差が出てしまったりするんですけど、まあ、インタープロトの方がそういう車の差みたいなところは少ないところがあるんで、まあ、よりなんていうんでしょう、拮抗した戦いになるっていうところで、まあ、僕としては修行の場かなっていう感じですね。なるほど。まあ、プレッシャーも、ね、あの GT とかスーパーフォーミュラに比べたら少ないんで、まあ、なんか好きにレースができるっていう感じで。なるほど、はい、まあ、なんか本来の力じゃないですけど。そうですね、まあ、あと普段ねリスクあんまり犯せないなっていうところとのバランスを取りながらレースしてますけど、はい、まあ、インタープロとは、はい、まあ、多少リスクあってもいいだろうみたいな。なるほど、はい、そんなちょっとところがあるわけですね。そういったところで自分のこう、修行の場として、はいはい、かなり大事かなっていう。わかりました。まあ、ちょっとね予選では走れなかったから最後尾からのスタートなんですよね、はい、そこからちょっと追い上げといった展開にはなると思いますけども、その辺まで。いや、だからその期待がぶつかるリスクを生むんですよ。すいません、みんなそれを言うんで、どのぐらいまで行くかなみたいなこと言うんですけど、タイヤも新品だし、はい、いや、それが一番ダメです。ダメですか、はい、期待しないでください。ダメなところをね、しちゃいましたか、はい、まあ、そうは言っても期待してますので、はい、頑張ってください。ほどに頑張ります、はい、まあ、無事に走れてよかったです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。